芸人かけるプラス PS でございます。吉本芸人用の高井と申します。よろしくお願いします。さあ今日ガチャ更新来ました。僕はセンターと予想してたんですが、今回はこのポジションでした。はい、サードですね。まあサードっていうと、まあ、正直ね、僕の中では OBTS の方が強い選手いるのかなって感じはするんですけど、まあちょっとね、今日はねこのサードを徹底解説していきたいと思います。ぜひともねこの動画参考にしていただければと思います。もうこの動画見ればね、もう三塁徹底解説もう十分です。はい、もうこの動画で全部僕お伝えしますから。はい、で、ちなみに2600万ダウンロード記念の10連福袋が来てますよと。まあ自チームね、1人確定ということですけども、今もうね9選手 S ランクいるんで、もう正直自チーム1人って結構厳しいですよ、狙うのは。ということでね、じゃあ1人ずつ見ていきましょうか。さあ、ソフトバンク松田選手ですね。松田選手っていうと、まあ僕ね無課金アカの方で使ってたんですけど、かなり打ちやすかったです。はい、まあ弾道もパワー比だし、パワー A 乗ってるし、まあ打ちやすいですよ、それ打ちやすいですよ。ただミートがねちょっと C65 っていうのはちょっと低いかなという感じでございます。ただ守備適性が B なんで、まあもう申し分ないですよね。まあ補給も D で58だけど、特殊で C に乗るぐらいかな。となると、まああれだね、3裏捨てはまあ問題ないかな。守備全然いけるかなって感じですね。でパワーヒーチャンス左投手ってことで、まあかなりいいですよね、特殊能力も。まあ去年のね成績からしてもうちょい下がるのかなと思ったんですけどね、まあこのぐらいだったら全然、サードの、スタメン張れますね。で安田選手はもろっての希望ですよね。なんですけども、やっぱミートがちょっと低いかな。でパワーも絵に乗ってないっていうところでちょっと厳しいかなと。ただまあ高弾道でですよね。でまあサード守らせるにしても裏捨てはちょっと低いんで、まあ厳しいかな。で中村選手、おかわりさんは僕もう少し下がると思ったんですよ。思ったんですけども、まあこのステータスで出てきたと、いうことで、まあ僕ね無課金赤の方なんですけど、中村選手代打の切り札で使ってます。はい、でアーティストじゃないですか、めちゃくちゃ打ちやすいです。はい、でこの能力なのであれば、全然三塁のスタメン任せられるなって、まあ任せられるっていうか、もう欲しいなっていう感じですね。はい、今回当たりの部類に入りますね。もうアーティスト正義なんで。はい、でじゃあサード守らせるのどうなのっていう話なんですけど、まあ補給スローイングがちょっとね低いかなという感じはしてます。ただ特殊で守備適正 B に乗るぐらいなんで、まあ守らせてもいいんじゃないかな。でおかわりくんね、おかわりですけども、まあこれは正直リアタイではいらないかな。ただアーティストチャンスっていうのはまあいいですよね。はい、でね、僕ねちょっと鈴木大地選手なんだと思ったのが一つあって、僕楽天の試合結構見てるんですよ、ダゾーンで。なんでかというと涌井投手が好きなんで楽天応援してるんですね。でサードね茂木選手が出てたんですよ。今ちょっと休んでますよね多分ね。茂木選手が出てて、で鈴木大地選手はねファーストだったんですよね。だからまさかサードで出るとは正直思いませんでした。はい、茂木選手はどこで出るのかなっていう感じはしますよね。で、まあ、中弾道ということで、まあ、ミート A、まあ、ミート A 乗ってるっていうのはもうすごいっすよね。で、サードもね、全然まあ、任せられるかなと。まあ、補給50、D はまあ、正直、と感じはするけどね。で、やっぱファーストのね、この適性ありますね。ファーストもいいですね。まあ、僕的にはファーストかな。で、野村選手、まあ、野村選手のステータスはまあ、こんな感じかな。まあ、そうっすよね。まあこれちょっと厳しいね、サード守らせるには。まあでもチャンス固め打ち降格っていうのはまあいいですね。で宗選手もね、まあ、毎回こう総力型でね、まあちょっと使いづらいなっていう点はありますよね。はい、で岡本和真選手、まあね、守備適性が B になったっていうことがまず一番大きなところじゃないでしょうか。でまあミートパワーはまあ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 維持みたいな感じですよね。でパワー比でやっぱこのね守備の適性が上がったことが非常にいいかな、岡本選手、田舎っぺ大将はね。
まあ、田舎ペ大将無課金やかでスタメン張ってるんで、ぜひとも欲しい逸材ではあります。で、特殊能力がバカ強いです。はい、パワーヒー降格チャンス、まあ、かなりいいですね。で、大山選手、大山選手がね、かなり、いいステータスで出てきました。まあ、守備の適性はちょっと下がってるんだけど、まあ、それしょうがないとして、ミート76、パワ80と、いうことでね、もう、これはかなりいいです。はい、これはちょっと使いたいぐらい、うん、ただちょっと補給が厳しいかなという感じではございます。はい、ただね、特殊で B に乗るんでね、まあ、なかなかいいですよね。で、片目打ちパワーヒーになるんですよね、弾道がね。で、満塁男ということで、まあ、かなりいいです。これはもう本当大山選手当たりですね。はい、で、高橋周平選手、まあ、周平選手は、まあ、守備 B で、ミート A 乗らないかってぐらいなんですけども、まあね、守備に任せられるのは全然問題ないですね。ただ僕、高橋周平選手使ったことないんで、ちょっとよくはわからないですね。ただね、ミート、まあ、消防次第で円乗るってことで、まあいいんじゃないでしょうかね。はい、で、宮崎選手。宮崎選手はね、昔、無課金やかでね、正三塁手、守ってました、スタメンで。打ちやすかったです。はい、で、高弾道、これパワーヒーついてないのかな？ついてないか。まあまあまあ、でも高弾道でもね、僕、福留さん使ってるんでね、わかるんですけど、全然ホームラン打てるんでね。で、ミート A、まあ、素で A 乗ってるのはいいけども、まあ、パワーが73か。まあまあ、完全ミート型ですね。ただ、3で今終わらせるのはちょっと厳しいかなっていう感じがするかな。はい、で、堂林選手、僕ね、堂林選手めっちゃいいなと思って、この能力。絶対打ちやすいじゃんと思って。ミート、パワー、走力、まあ、オール B ですけども、ね、まあ、守備、まあ、守備、スローイングはいいなんだけど、まあ、守備もまあ大丈夫かなっていう感じするんですけどね。で、超広角ラインドライブ満塁打、なんかちょっと欲しい選手ではありますね。使ってみたい。はい、で、今回一番の目玉、村上宗隆選手です。はい、もう一番かな、おかわりくんと同じぐらいかな、僕の中では。まあ、ミートパワー A ですよね。で、パワー自慢で多分ミパ同値かな。で、走力も B に乗ってると。で、パワーヒーですよね。守備がまあね、サードはちょっと厳しいかな。まあ、ファーストで使う方がいいね、幻突して。あ、これ幻突しなくてもファースト守れますね。まあ、じゃあファーストでいいじゃないですか。補給スローイングちょっと厳しいけど、ファーストで全然いいと思います。で、得の場が強いです。パワーヒー降格チャンスと。ね。はい、ということでね、僕が、おすすめする選手、まあ、4選手ぐらいいたかな。まず、おかわりくん。はい、おかわりさんは、マジで打ちやすいから、ぜひ使ってほしい。まあ、分かってる方は分かってると思うんだけど、本当に打ちやすい。はい。で、岡本選手。まあ、岡本選手はね、パワーヒー降格チャンスって、まあ、得のもバカ強いんで、で、サードも十分守れるし、いいかなと思います。ちょっと写真が、まあ、あれかな。ちょっともうちょいかっこいいのなかったのかな。で、大山選手。大山選手も当たりかなとは思いますね。まあ、片目打ちってそんなにリアタイではいらないかなと。まあまあ、1、2番に置けば、あれですけども。まあ、パワーヒー満塁、満塁男もまあ微妙かなっていう感じがしますけどね。まあでもいいですよね。で、一番の当たり、宗隆さん。宗隆さんはもう間違いなく当たりですね。僕欲しいっす。宗隆さんは一応僕、私立持ってたんですけど、A ランクが足りなくて、幻突させてないんですよね。A ランクが足りないから、使えなかったんですけど、ちょっと今 A 集めてるんで、村上選手の。なんで、村上選手、今、このシリーズ1って A ランク出てるんですかね？多分出てないかな。なんで、村上選手は僕はかなり欲しい。まあ、来たら多分スタメンで使うかなっていう感じがしますね。はい、ということでね、全部見ていきまして、で、今日はね、更新が結構あって、この消費コイン2分の1。これね、かなりはいいっすよ。これ僕、いつもやることなんですけど、まだね、育成しきってない、レベル上げ、まだ終わってない、選手に僕は結構やってます、特訓。いつもなら、レベル完全に70まで上げきった後に、僕、特訓、特殊能力って上げていくんですけど、この2分の1来てる間は、僕はもうすぐ、今育ててる選手を、特訓して、特殊能力も上げちゃいますね。まあ、だからね、これぜひ、使ってください。まあ、実はね、昨日、山岡投手を、特訓、特殊能力上げまして、まさかのね、
2分の1来ると思ってなかったんで5位がね、まあ本当ね、それはねもうちょっと本当これタイミングなんでね、もう残念ですけど、まあ明日ね山岡投手の動画出しますので、ぜひ楽しみにしててください。はい、ということでね、本日の動画は以上となります。この動画良かったと思う方はチャンネル登録、そしてグッドボタン、もしくはコメントの方よろしくお願いします。参考になったよ、大野お前の解説最高だったぞね、そういう方はぜひね高評価お願いします、チャンネル登録もお願いします。ではまた明日お会いしましょう。バイバイ。